立憲政体の証書立憲政体の証書は、1875年4月14日に、明治天皇が発した証書。明治8年大上官布告第58号により、布告された。五箇条の御正門の趣旨を拡充して、元老院、大審院、地方官会議を設置し、段階的に立憲政体を立てることを宣言した。元老院、大審院、 地方間会議を設置し、全自立憲政体樹立の象徴、全次立憲政体樹立の象徴、元老大臣任意を置くの御事ノなどとも呼ばれる。1875年1月から2月にかけて、明治政府の大久保利道、伊藤博文と、在野の木戸孝吉、板垣大輔、井上薫らとの間で、大阪会議が開催され、合意が成立して、政治体制の改革と、 木戸、板垣の政府復帰が約束された。木戸、板垣は同年3月、参議に復帰し、大久保、伊藤と共に、大阪会議の合意事項に基づいた、生体改革案、立憲生体のご付告案を作成し、大乗大臣三条耳に提出したと言われている。ただ現存する総案は、大乗官公文の用紙に書かれている。内容は、少書と同じく最終行に、 翼3の語が使用されており、ただし書きは、少女五布国案中村大外史直に、飲書局へ不審印刷して原案は、内文本局とドムというとなっている。第二本帝国憲法発布記念少女君者には、中村氏が、複数おり、大上官正員の中村大外史は、大蔵省出資の啓蒙思想家で、英国立法要決翻訳者の中村正直を、 あるいは東京裁判所裁判官で、後の日本法律学校評議員、大審委員部長、刑事局裁判官の中村玄華、または外務省官僚の中村博義、または叙勲者ではないが、後の大乗官内閣所機関長で裁判官の中村孝樹などである可能性がある。この草案は4月14日、明治天皇の諸書の形で、立憲政体の諸書あるいは、元老院、 大新院、地方間会議を設置し、全治立憲政体樹立の象徴として発表された。この章書に、兄弟はなく、法令前書の目次では、立憲政体の章書と名付けられている。以下、章書の内容を引用する。章書写真、即位の初首として、軍信を開始、五字をもって神明に誓い、国税を定め、万民保全の道を求む。 祖宗の礼と軍心の力とに頼り、モテ教の証拠を得たり、小に中を尾や作、内事のことまさに新作さらばりすべきもの少しとせず。陳、今正門の意を拡充し、ここに元老院を設けモテ立法の源を広め、大審院を置きモテ審判の権を堅しくし、また地方官を招集しモテ民情を投資公益を図り、前時に国家立憲の生態を立て、何時、 衆書と共にその喜びに頼んと欲す。何時衆書あるいは急になずみゆえに勘るることなく、またあるいは進むに軽くなすに急なることなく、それのうちが胸を大して抑散するところあれ。明治8年4月14日行時現代五訳私は即位の初めに軍心を集めて五家条の正門を神々に誓い、国勢を定め万民保全の道を求めた。 幸いに先祖の霊と軍神の力とによって今日の落ち着きを得た。帰り見るに再建の日は浅く、内政の事業には進行したり引き締めたりすべき点が少なくない。私は今、五カ条の正門の主意を拡充し、ここに元老院を設けて立法の源泉を広め、大神院を置いて審判権を確立し、また地方官を招集して民情を通じ公益を図り、 禅自に国家立憲の生態を立て、皆と共に喜びを分かちたい。皆も、主求することもなく、また求心することもなく、よくよく私の趣旨に従って補佐しなさい。ありがとうございます。